こんにちは。時計メガネアクセサリーのリコードでございます。今回はですね、腕時計の三つ折りバンドのストッパーについてちょっとお話したいと思います。ストッパーってもね、いろいろありましてですね、よくダイバータイプの鎖なんですよね。まあ、ちょっと今ご説明しますけど、現物見てね、それの、ストッパーがちょっと、ね、たまにそのピンがですね、減ってですね、抜けることなんですよね。まあ、そのことについて、まあ、ご説明申し上げます。三つ折り鎖のね、まあ、これちょっと私得意なんですけどね、こういうタイプなんですよ。まあ、これワンタッチじゃないんですよね。ちょっと大きくしますね。ここにさらにこうロック、これついてるんですよ。このピンがね、たまにこう、まあ、減ってですね、こう抜けることなんですよね。そういう場合でも全部修理できますよ、これは。ピンを作って、こうかしめて入れますので、こう両方ね、こう、そうするとしっかりこう、また元に戻りますので、あと、まあ、こういうタイプなんですよ、ダイバータイプっていうのは。ウェットスーツの上から、ゴムですよね、ウェットスーツ、これね、ちょっと厚くなりますんでね、その上からかけれるように、こういうふうに伸ばせるようになってるんですよ。まあ、普段はこう使わないと思います、これは。それ以外はね、まあ、これを中にこういうふうにしまい込むようになってますんで。まあ、そういうね、まあ、一番壊れるのが壊れるというこの爪折れたり、あとこのストッパーのこのピン外れたりね、それが結構あるようですね。まあ、そういうのも対応できますので、もしそういうことありましたら、どうか対応いたしますので、よろしくお願い申し上げます。